Ladies and gentlemen, boys and girls, I'm Wayne and welcome back to A Good Addicted Tongue of Life. Alright.砂時計ここか。すまない、あんたこの店の人か。あら、初めてのお客さんね。うちはめったに店開けとらんのに、よう小がなとこを見つけたね。それともどなたかのご紹介？このマッチを持ってた人を探してるんだ。へえ、広瀬一家の親分なんだが、最近この店に来なかったか。思ったより早くいらしたんですね、桐生さん。俺のことを誰から？広瀬の親分さんよ。今日店を開ける前、うちに来てくれんさったんよ。なんだと？あなた宛てに伝言を預かっとりますよ。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間スナック清美のママに案内された。清美さんね、やっぱり男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た時赤ん坊を連れてたか？ええ、かわいい子じゃった。そうか、わかった。助かったよ。いいえ、どういたしまして。あ、おい、But we get them to eat. いらっしゃいませ。うまいな。さあ行くか。ありがとうございました。Okay, we're going up air.うちの庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。小清水さん、
あんたには一遍広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら広瀬のじいさんに話があっての、とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんたじいさんの居所知っとるの？ああ。ほう。俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか、本家若頭のあんたなら知ってるよな。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。もう撃て。おお。いってきた。Go down as quick.Ooh, quick time is up and okay. And we are gone.ってねえと思ってるのはお前だけだ。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより腰水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん。ハルト、小清水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。キリオさん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。
キリュウさん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。小清水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初は親父さんが春人をさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥かって女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今まで曽我のこと一言も聞いとらせんで。どがになったんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの達川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、キリュウさん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。Wow. Oh. It looks like we might be going on to the next chapter. Got the tape. Chapter 10. Oh, they're awake. その人、昨夜お店に来てたお客さん、なんでそんなひどいことするの？ルポライターだってさ、こいつ。ずっとハルカちゃんのことをつけてたんだ。写真撮られたらまずいんだろ。
この町の人たちはみんな何も言わねえけど、はるかちゃんがこういうやつらから隠れたがってるって事情も本当は分かってる。多分はるかちゃんもそれは気づいてたろう。特に南雲の頭なんかは芝居が下手だから。でも俺らはこれからもずっと何も知らないふりし続けるよ。この町の人間はみんなはるかちゃんのことが好きだから。ゆうたくん、気まずいだろうから俺はもう清美さんの店には顔出さない。だからさ、できればはるかちゃんはずっとこの町にいてくれよな。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。う、嘘じゃろ優太。踊れ、何黙っとるんじゃ。何とか言わんか、こら。すいません。お前が遥かと。なんで早う言わんかったんじゃ、このバカたれ。踊れ、心当たりがあったんじゃろうが。それをなんでじゃ。達川がハルトの父親だって話だったから、まさか俺だとは。おう、ちょ待て、ユータ。お前、ハルカちゃんとそのゴムとかつけんかったんか。なあユータ、嘘じゃろ。嘘じゃったら嘘と正直に言えや。自然とそうなったから。だって一回だけだったんす。まさか一回だけで。このバカだね。よせ、今そんなことしてる場合じゃねえ。親分、俺には腑に落ちません。雄太本人も知らなかったのに、なんであなたはハルトの父親がユータだと。確かにそうじゃ。いろいろややこしい話でさな。そうだろう。なんじゃ踊れ。お前はマスゾエ、なんでお前がここに。マスゾエ。広瀬さん、約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう採用会にも陽明連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように俺からクルス会長に口聞いてやるから。話がまるで見えん。一体何なら、こりゃ。OK。
なんで俺がユータを坊主の父親と知ったかってどこまでだったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の入信に気がついたのはこの松江と達川でね。それがなぜかって言うと、こいつらユータのことをおかげの頃からずっと監視していたからだ。ユータを監視？なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が西洋会の後継者だからだ。ああ、宇佐美優太は西洋会の総帥老の血を引く実の息子だ。何言ってんの。老の息子はジミー・ロウは3ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。話が見えねえぞ、マスオエ。ジミー・ロウも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美優太はその弟。つまりジミー・ロウがカムロ町で死んだことでそいつは西洋会の正当な後継者になったんだよ。桐生さんたちにも分かるように説明してやるんだな、マスゾイよ。西洋会ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだ。だがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから西洋会のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。ああ、組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の跡目を告げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が2人以上いれば何が起きるか分かんだろう。跡目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて、組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために西洋会歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは長男にもしものことがあった時後継者の保険になるからだ。ユータがその保険っちゅうわけか。そんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なんか。そんな話急に言われたって信じられるかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず物心つく前から施設で育ったろうが、俺と立川はそんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ。真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。それが西洋会から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ西洋会に拾われた兵敗図だ。組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ達川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。くっ、俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから慣れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前は
その時も何も知らず脳天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供を下ろせって言ったんだよな。な、そうか。ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。達川が赤ん坊を下ろせ言うとったんはその時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば後々組織に災いを招く。余計な目を積むこともお目付け役の仕事だ。踊れ、勝手なこと言いよってからに。だがその矢先、今から1年半前、沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。その時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ。自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさ、その拙者に中絶迫られたそのすぐ後だぜ。普通でいられるわけやねえよな。あの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ。あの子は自分の腹の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で下ろすなんてことが許せなかったんだよ。てめえの都合で子供を振り回す親ってのに、なんか思うとこがあったらしいな。要するにその坊主にはめっぽう強い母親がついていた。俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥を見失った。だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった。所詮宇佐美優太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない。達川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後西洋会が神室町に進出してきたが、俺と達川はそのまま隠し通すつもりだった。だがそうもいかなくなっちまった。牢の長男が神室町で岩見恒雄に殺されたからか。ああそうだ、ジミー・ローが殺されたことで雄太は後継者の保険から本命に格上げされた。そして組織は雄太を採用会の後継者として迎え入れるために徹底的にその身辺を洗い始めた。つまり俺らの隠したヘマがバレんのは時間の問題だった。だから俺と達川はそれこそ血眼になって沢村遥の行方を追ったよ。組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだ。それ以外に俺たちの助かる道はないと思った。先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは達川だった。この神外町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた。俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し、報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れる、一体何じゃ。小柄な赤ん坊本気で殺そうっちゅうか。ああ、あの牢がそんな血なんてもんにこだわるくだらねえ男だったってのか。
あんたから見りゃそのくだらねえことが、あの採用会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った。沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだ。もし採用会に赤ん坊を始末されたと雄太が知れば、死んでも後継者になるとは言わねえだろう。だがそこで俺の予想もしてなかったことが起きた。達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩見恒雄に売ることで寝返ろうとしたんだよ。達川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで、岩見恒雄を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出した。だがその後一体何があったのか。あの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよ。達川が遥ちゃんを、あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ。結局達川はあの事故で赤ん坊を取り逃がしたわけだからな。達川が遥を引いたって話、本当に間違いねえんだろうな。はあ、確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕の中にいたってわけだ。くそ、一体何がどうなっとるじゃ。あとはあんたらも知っての通り、達川は採用会に殺されたよ。赤ん坊を岩見恒雄に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを達川にじっくり見せつけた後、喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら採用会に忠誠を尽くそうが、俺もいつ達川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうがバカだれ。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるようクルス会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてろ。え？こいつら、ハルト狙ってるか。くそ、なんじゃ踊れら。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へい。All right. It's time to party.
I can do Buddha. What one Buddha? Doing one. That worked. Gee, they have a lot of them. Ooh, Artimoto. I night duke you. The baby daughter. (그 놈은 건들지 마라. 내가 직접 처리한다. 오마 한준기, 난데 오마이가 ここに? 그사, 속을 도게! 邪魔だ! Welcome! It's a fight! Come on! Wicko!
You're no match for me. に이제그만가시죠キリュウさん、あなたとはこんな形で再会したくはなかった。今日はこれで失礼します。Well then.I bet they're away. Yuta. Aniki. Haruto, what happened? That's why I got caught in the middle of the fight. I'm running away from Haruto. If you could help me out with the guys, that would be great. What happened, I don't know.でも組の事務所で待ってれば連絡があると思います。OK。 We'll quick。 I need to reload a bit。We're taking a crypto guide. I'm out there.兄貴、兄貴、俺のこと怒ってますよね、はるかさんのこと。おお、兄貴、やっぱりこちらでしたか。南雲、ハルトは堪忍してください。さっきの連中に奪われてしもうたんじゃ。なんだと。あいつら坊ちゃんを奪った後船に乗り込みよった。船ってそれじゃ追いかけらんないじゃないですか。なんでソガーにすぐに諦めるんじゃ。踊れはあの子がドガーになってもええんか。いいわけないでしょう。けど俺はもうさっきから頭ん中ぐちゃぐちゃで、急にハルトが俺の子供とか、中国マフィアのボスが親だったとか、マジでわけわかんねえよ。しっかりせんかバカだれ。今いいののやつに船を用意させとるけ。あいつは漁協の連中も捜査に手貸すじゃろう言うとったで。さらわれたんはあのハルカさんの赤ん坊じゃけ。兄貴、聞いての通りじゃ。船まで案内しますけ。おやすさんたちも向かっております。はよ。ああ。おい、何しとるんじゃ、ユータ。
しとるんじゃ、ユタ。踊れ、ふぬけとる場合か。ユタ、こんなガキ。あ、兄貴。誰よりこいつにムカついてるのはこの俺だ、ナグモ。Damn. ユタ、俺が今何に一番怒ってるのか分かるか？お前がハルカとやったことでも、それを隠していたことでもねえぞ。じゃあ何なんすか？これまでのお前なら、目の前で赤ん坊をさらわれりゃ一文にもなく助けてって立ち上がったはずだ。南雲たちのようにな。なのに今お前が立ち上がれない理由は何だ？自分にマフィアの血が流れてるからか？それともお前のその血をハルトも引いているからか？だがどっちにしたって同じことだ。そんなくだらねえもんに惑わされてるんじゃねえ！誰の血を引いてるかで生き方を変えるな。誰の血を引いているかで人を見るな。それができねえようじゃ、お前も結局ローと何も変わりはしねえぞ。俺は命に変えてもハルトを取り戻す。お前はそこで指くわえて見てりゃいい。だが、そん時は二度と俺の前に面は見せんな。わしが言いたいこと、兄貴が全部言うてくれたわ。兄貴、イーノが船を出しとるはずじゃ。オッケでも出れるで、ナギモ。待ってくれ。あ？俺も連れてってください。お願いします。ユータ、俺はあいつを助けてやりてえんです。なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた。俺はハルト
トのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもしょんべんも何度も引っ掛けられた。でも帰りゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいです。ハルトは、ハルトは俺の子なんです。だから俺も一緒に行かせてください。当たり前じゃ、はよ乗れや、このバカだれ。ええじゃろ、兄貴。バカ野郎、やばなこと聞くんじゃねえ。I waited then. わかりました。どうも、本に来ますわ。漁協の仲間が怪しい船を見たそうじゃ。間違いないで、赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろう。そいつらどこに向かったんじゃ。操船所が沖に浮かべとる資材があるじゃろう。どうやらそこに紛れとったらしいね。資材に紛れてった、どういうことだ。まあ見たらわかりますわ。確かに船ごと身を隠すにはもってこいの場所かもしれん。そういや、増添はどうした。神社で襲われた時逃げたきりですわ。ほっとけえんじゃあのけど、おやさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。まあそう言うなよ、タガヒラ。しかし、坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃ。のう、兄貴。あいつらは人言派だ。連中の中に半純義がいた。間違いない。あいつが広島に。誰がさらったにしても、黒幕は岩見常夫だろう。親分、俺にはまだよくわからねえことがあります。なんだ。この尾道と西洋会とのつながりです。ん？雄太はガキの頃からこの尾道にいたって話でした。舛添へ携わって兵配の二人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない。西洋会と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずです。さすがだね。けど因縁はあんたが思ってるよりもずっと古い。うちのクルス会長と西洋会との付き合いは戦前からあったらしいね。戦前言うたら70年以上前じゃん。会長はともかく、老はそこまで年いとらんじゃん。おう、だからその頃の西洋会の頭は老の先代だよ。で、戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのが30年ぐらい前だな。西洋会は老に代替わりしてた。30年前。その時二つの組織をつないだのはさ、ヒーハイツの密航ビジネスだよ。え？ヒーハイツってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。ローはその子たちを尾道に密航させてよ。クルス会長がその受け入れを頼まれてさ。しかも会長はそのヒーハイツの子供たちに闇で日本人の戸籍を作ってやってさ。ざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を見ることができたんだ。俺も若い頃はその事業を手伝ってたよ。おやっさんも？そがーなこと初耳ですわ。お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから。親分、その兵配図の件には
クルス会長の息子岩見常雄も絡んでいたんですか。ん、ああ常雄もロウと話す機会があったろうな。そうか、それが尾道と西洋会を結ぶ因縁だったってことか。その因縁じゃったらもう一つあるじゃろうか兄貴。ん、これアジア街でロウが中国語でつぶやいとった尾道の秘密いうやつじゃ。毕竟那伟大的土地深藏着不能被人知道的秘密。なんだそれ、聞いたことねえな。いや、わし、それ少し心当たりありますわ。なんなら、クルス会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど、地元の政治家だけとちゃいます。そのもっと上の連中、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃ。それが会長がなんや説明のつかん力を持ってるおかげじゃろうって。尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。なんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのは。もしかして大道寺稔すか。大道寺、おう、確かそんな名前のはずじゃ。よう知っとったの。前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌われ者のじいさんですが、陰で日本の政治を操っとるっちゅって。オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんですわ。くだらんよた言いよって。どうせ踊れの話はまたどっかの雑誌ネタじゃろうが。おお、見えてきたで、あそこじゃ。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が移動やらなんやらで便利なんじゃ。あそこにハルトが。よう、キリュウさん、悪いが俺といいのは船で待たせてもらうよ。ええ、もちろんです。なあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ、坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ確かめたいことがあってね。まあ結果がこのざまだけどよ、坊主のこと頼むよ、キリュウさん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん、親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。はるかが。あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよな。必ず俺たちでハルトを無事に取り戻してきます、親分。Well, I know they can't do what the daughter petty, but I'm gonna end the year, so day day, baby body.